日立柏サッカー場です。土曜日午後3時キックオフ、少し気温が高くなりました。柏レイソル対大宮アルディージャの一戦です。守りをどのように攻略しようとしているか、キーパーの前に2人いますよね、はい、柔らかいボールを使ってファーサイド来た、先制大宮、狙い通りだ、なんかね前で振らしてコーナーキックが2つ続きましたけれども、バラダのアシスト、ちょっとキーパーの前に2人いたんですけど、1人が前に出ていくことで、少しこうバランス崩さしておいて、その裏側に入れて反らして大外、はい、ファイングサイドは甲本です。完璧だったんじゃないですか、中にコントロール、竹富、伊藤のクロス、フリーだ、フリー、これフリーだ、決定的でした、中川、センターバック2枚の間でした ね、 そうですね、伊藤純也、入れ替わってシンプル、クリスティアの後ろ、竹富拾ってダイレクト、手塚、手塚の左足、下がってくれればね、サイドバック攻撃参加の好きなサイドバックがどんどん行きますからね、残られちゃったらってなるとやっぱりそれ放ってはいけないのがサッカー選手なんで、おっと、食べてこぼれた、流し込みました、伊藤純也、キーパーの塩田キャッチできない、ちょっと回転がかかってましたけれどもね、流れが悪い時ってこういう失点が生まれたりするんだよね、本当に1対1追いつきました、レイソル、決めたのは伊藤純也です。柔らかいボールを使います、ボレーシュート、ファーサイド足で合わせていきました伊藤純也、今のブラインドになって取りにかかったでしょうね、これは手塚拾ってダイレクト、うまくつながったクリスティアーノ、この前伊藤、これがシュート、決定機でしたレイソル、追い越して伊藤のクロス、いけるヘッド、飛び込んで逆転、体のことをやりました竹富、大丈夫ですかね、思いつけて飛び込んでいきました、ボールが伸びてヘッド、取りました3対1、クリスティアーノ、それからその後で竹富が詰めてましたが、これもまた手塚からいいボールが入ってきました、もうここで勝負ありですもん ね、 これ上からですよね、パスからクリスティアーノ、入れ替わりシュートだ、決定的な4点目、暫定首位に立つために大きな追加点、お互いがこのイメージの共有ができてますね、ゴールに向かうための、粘って江坂、大山、お抜けるチャンス、クロスバー、今みたいなあの技術がブラジル人うまいですよね、ヘディングで勝とうとしてないんですよ、こぼれ球を近くに落とそうとする、はい、
チャンス、瀬川ナイスシュート。1点も返します。4対2。やりきろうなんて声も出てますしね、試合終了4対2。暫定トップに躍り出ます柏レイソル。選手たちの表情も好対照です。これでレイソルはリーグ戦7連勝。